こんにちは、さゆたかさん、はい。まあ、阪神、今年、まあ、中盤ぐらいまでは、まあ、まだまだ大丈夫かな、ムチ入れるのこの先9月ぐらいかな、8月ぐらいかな、そこまではまだまだ見守って大丈夫と言っていたんですが、もう時は8月終わり、来週からもう9月、はい、そんな中、自力優勝あろうか、自力での2位もちょっと一旦消滅というところで、まあ、これ、まあ、これは復活してくるからな、多分勝てば。兼ね合いでそうですよね。まあまあそうそう、だからあんまり気にすることではないけども、はい、まあ、岡田監督と話をした時に、はい、やっぱ甲子園帰ってからが勝負だと、うん、まだそう慌てんなっては言ってたよ。甲子園ということは今週末の巨人戦からがっていうことになるんですか。まあそういうふうになるわな、うん、まあだけどそう慌てんなっていうふうに言う裏には、はい、やっぱそこまでの整備が必要だからな。そうですね、だから整備が整ってないと、はい、やっぱ整備から始めなきゃいけないからさ、はい、そう慌てるような形になるわな。それまでに整備が整ってて万全の状態での甲子園からが勝負っていうことですよね。まあそうだな、うん、甲子園に帰ったら整うんじゃなくて、はい、甲子園からやるんだったら、うん、やっぱそれまでの整備は、うん、また勢いを持ってこう甲子園に帰りたいな。そうですよね、うん、で残り試合も、まあ、現在ですけれどもあと25試合と、で25しかない。そうなんです、阪神少ないんですよ。あのカープが一番多く残してるんですけれども、はい、以前の記者の方がもう残り30試合ですよと言った時に、いやまだ30試合もあるんじゃんというふうにおっしゃっていたんですけれども、これは豊さんどういうふうに見てますか。岡田監督焦り、それとも余裕。まあやっぱ甲子園での戦いのシミュレーションがちゃんとできてるのかなっていう感じはするよね、はい、でその25のうち半分は甲子園で戦えるわけでしょ、はい、まあ、甲子園では負けないとか甲子園での戦い方はこうするとか、うん、やっぱり一つのプランは持ってるんだろうね。何かあるんでしょうね。何かあるんだろうね、うん、まあ、だからといって全部が勝てるかっていうとさ、はい、やっぱそうでもないし、じゃあ外出たら全部負けるかっていったらそうでもないし、うん、これは分からないけども、いろんなところで考えの相違というか、うん、例えば考えの相違、豊さん的にはどういう場面とか変えるとか。まあ一番は、うん、初回の木浪が取ってサードにスローしたときに、はい、まあ、あれホースプレーでノータッチでよかったんだけど、まあ、サトゼルがベースを探すような、はい、まあ、そんな形になったしね、はい、これはあの2度目なんだよね。中日戦もサードベースに入るって言われてて、はい、ホームにされたという、はい、まあ、シーンがあるわけだけども、だからまあそこら辺で その解消はできてないというか、はい、こういうシチュエーションの時にどういうふうに解消していくかっていうね、うん、まあ、そこら辺がやっぱこうまだまだ徹底されてないというか、はい、それともう一つは、うん、まあ、難しいんだけどウィックが7回に登板した時にノーアウト満塁になった、うん、はい、で坂本に代えて森下の時にワイルドピッチがあった、はい、でノーアウト2、3塁になってその時点で2点差だったんだよね、はい、俺であればよ、まあ、俺であればっていうかセカンドランナーをワンアウトサードに置いて、うん、ところてん方式で1点取るという、うん、はい、だから右方向にセカンドゴロでもいいから打ちに行くっていうことを考えたと思うんだよ、はい、サトテルにノーアウト、あ、ワンアウト満塁で任せるという、はい、でそれで犠牲フライが出たりでヒットが出たら同点という、うん、だけどあの時点で1点取ってなお攻撃中2点差、うん、森下が2人を返しに行ったんだよね、はい、で犠牲フライになって1点差に詰め寄るんだけどセカンドランナーは動けずと、うんうん、だからここら辺なんだよ、はい、やっぱここら辺を右にセカンドランナーをワンアウトサードにしないと得点圏がみんないいんだよ、はい、だからみんな任しちゃってるというかそういうところもあんのかなっていうことを考えると、うん、もったいなかったな昨日は。そうですよね、もったいないっていうところ多かったですよね、まあ、阪神側からするとね、はい、あとあの木浪選手のバントが猛チャージしてきた、まあ、オースティン選手はかなりチャージしてきたのであれは例えば見えた瞬間に転がす位置を変えるとか何かこう策変えるとかっていうのはどうだったんですか。その前に木浪がさ、うん、ミスしてんだよね、うん、前の試合でバントができずには、あ、そうだ、打ち上げちゃったわけですよね。そういうこともあって確実に殺しに行こう送りに行こうって言ったところに猛チャージがやっぱそこまでの余裕がなかったのかもわからないよね。
ずっとこう1年間通してやってきてるわけだから、はい、この時期に何が起きたっていうことが裏返しになって出てくるような、うん、まあ、そういうこともあるし、だからなかなか木浪を、まあ、そこまで余裕持てっていうふうには言えないよね。やっぱり必死だったと思うんだよ、はい、だから転がしたら、いたのみたいな、うん、まあいうことにはなったと思うけどね。あとはやっぱりそういうチャージが来た時には打っていいよっていうような、うん、まあ、そういう一つの逃げ道も作っといてあげるとよかったかもね。そうですね、それもまあサインだったり伝達事項としてっていうことですね、うん、はい、あとはベースカバーでいうと糸正選手が取ってセカンドを投げに行った時に、まあ、ちょっと中野選手が若干遅れて送球がっていうのもありましたけれども、あれはタイミング的にどうなんですか、入るタイミングっていうのは。まあ難しいけどな、まあいろいろあるけど、なんていうのか、大まかに分けたら昨日の場合はやっぱ木浪の取ったやつがホースプレー、はいはい、であとは森下のバッティングはどう考えればよかったかっていうのが一番で、あとのタイミングだとかそういうのっていうのは、まあこういう仕方ないかなっていうような、全部が全部こう重箱の隅をつつくようだともう息が詰まっちゃうから、だからまあそこら辺は選手をまあ少し逃げ道を作っておいてあげないと、まあ例えば森下に対して右打ちっていう風に出せばまた状況は変わっただろうし、で同点に今最低追いついたかなっていう、で木浪のだって想定しておけばさ確実にベースは踏めたよね。だからちょっと想定してなかったというか頭の中になかった、取った瞬間にあっと思って慌てたという。あと言われているのが昨日の例えば梅野選手のバッテリーのその配球であったりとかそういったもの、それはね好みがあるよ。だからここ行ったらここ行ってくれみたいな、はい、例えば岡田監督が考えてるその配球と、うん、岡田監督が右バッターで、はい、俺は左バッターで、うん、右ピッチャーが投げてるとするじゃん、うん、岡田監督はこう考えるかもわからないけど、うん、俺はこう考えるな左バッターだから、はい、まあ、そういうところもあると思うんだよ。うん、好みによる部分もある。ただそのキャッチャーとしてやっちゃいけない配球っていうのは必ずシチュエーションの中にはあるんだよね、はい、でもそれは最低俺は守ってると思うんだよ。うん、それ以外で打たれたら言われるって言ったら、うん、もうリードできない。確かにそりゃそうですよ、打たれるわけですからね、3割2割はそうそう、いやだからそれを言われるようになってくるとリードにならなくなるよ。その一般の方でもうその梅ちゃん の, そのパターンが あるみたいな、最初例えばストレートこれ行ったらこっち変化球要求してみたいな、必ずこのパターンだっていうのを出してるなんかファンの方がいらっしゃったんですけど、毎回そのパターンでもないです。毎回、まあ長くやれば長くやるでパターンっていうのはやっぱこう出てくるよね。あの古田という大捕手もファーストストライクは簡単に取るんだよ、うん、でも2球目は必ず誘ってくるんだよ。うん、こういうパターンはあるよ。で術中にはまらないのはその誘ってたボールをいかに我慢できるか、はい、でもピッチャーはいかに振らせるようなところから投げ落とすか、うん、ボールにするか、うん、だからそこら辺の勝負だよね、駆け引き、うん、だからストライクが勝負じゃなくてボール球になるボールが勝負だったという、うん、そういうことで組み立てをこう立ててた時があってね、はい、まあそのパターン化するっていうのはそうなると思うよ、うん、ある程度は、はい、これは仕方ないよ、うん、それは長くやっててずっと見てられるとさ、はい、はい、次はここ来るよみたいな俺来たみたいな、まあ、たまに当たる時はある、うん、まあだけど、まあ、それを言ったらサードコーチャーもそうだけどさ、なんで回したんだとかなんで回さないんだとか、うん、もうそんなこと言われだしたら体調不良になる本当ですね、昨日休んでたけど誰かまあ本当に体調不良なんだろうと思うけど、はい、うん、本当にねそうなってくるし、はい、今度はもう梅ちゃんの指が動かなくなってくるよ。イップスになりますね。だけどピッチャーが要求通りに、うん、例えばちゃんと投げれば、はい、俺はそんなに打たれるピッチャーが揃ってるわけじゃないと思うよ、うんうん、そうです、ね、その間に調子は落としてるんだよピッチャーが、ね、ピッチャーがね今年はね、うん、今年の場合は特に、うん、いやだから打たれるケースっていうのは多いかもわからないけども、はい、まあだけど打たれたら打たれたで人間だから考えるだろう、うん、それらのミーティングもしてるしさ、はい、ミーティング通り投げたらワンパターンになってるとか、うん、そう言われる可能性だってあるし、はい、でもワンパターンで打たれないのが一番簡単でいいからな。本来そうですよね。そうでしょ、うん、いやだからそれを言われると、うん、もうできなくなるよ、うん、
一つのアレンジっていうのがもうなんかもういっぱいいっぱいで足りなくなってるのかもわからないけども、うん、まあ、それはやっぱコーチがサポートしてあげないとね、はい、それは難しいと思うよ。そうですよね、うん、まあ、昨日ねちょっと梅野選手が途中で交代するような場面シーンもちょっとあったので、記事にはあれは懲罰だったのかみたいな感じで書かれていたりとか。休ましたんでしょ。あ、リフレッシュですか。いや、まあ打たれたし、うん、まあまあまあちょっとお前もカッカ来てるみたいだし、うん、やっぱね責任も感じるしね、頭に来てると思うよ。なんでやねんって。でキャッチャーって言えないし溜めるから。そうですね。そうよ、それ言っちゃって吐き出しちゃったらさ、もう信頼関係もなくなるし、ピッチャーとの、うんうん、だからもう自分の胸に捉えるしかないし、ね、ですみませんって言っとくしかないし、うん、ね、いやそしたらまあまあ昨日の場合は、まあ、懲罰っていうよりも、うん、まあ、点差がパッと開いちゃったから、はい、休ませてやるっていうようなことだったと思うよ。そうですよね、うん、あとはやっぱ計算が狂ってるというのは、ここまで頑張ってきた石井投手がここ数試合打たれているっていう、やっぱ疲れも本人あるっていうのは話してましたね。あるし、うん、まあ、昨日、うん、1点ビハインドで勝ちゲームのピッチャーを使った、そしたら逆に引き離されたという、まあ、ああいうことがあるとやっぱこうリスクを背負って負けたということになるから、ちょっと辛い試合になるよね今日なんかはね、今日明日とか。そうですよね、うん、だからまあそこら辺はやっぱこう監督の難しさだな。ただここからの試合、一番試合数を阪神残しているのが DeNA。 そうです。で少ないのが、まあ、ジャイアンツだったりとか、あとカープ、それから中日なんかも少ないんですけれども、まあ、DeNA となると今もう本当ちょっとお尻が見えてきているような形なので、 DeNA にとってみれば直接叩けると。あ、チャンスだね。チャンスで阪神にとってみればすごく嫌だなと。やっぱり DeNA、まあ、恐怖だね。はい、ってなってくると残りの試合数、まあ、半分は甲子園でできる。でも阪神は俺は思うけど、うん、はい、まあ、DeNA とも確かに気になる存在ではな、うん、ありだしたけどね、はい、まあ、だけど俺は上しか見てないと思うよ。ジャイアンツとカープ、いやそれしか見てないと思うよ。そのまだ下向いたってしょうがないもん。これまだ優勝っていうのは岡田君諦めてないよ全然。あの例えば2位になるとか死守するとかではなく、いやいや優勝狙ってるよ。そうか。いやそりゃそうだよ、お前何のためにここまで頑張ってきてるんだよイライラしながらお前。そうか。ただ今の戦力でいうと豊さん的には、上にジャイアンツカープがいた時に、で下には DeNA がいる、阪神とどういう風な順位になってますか、その今 の戦力的に言うと。でも阪神は上に来ると思うよ。やっぱ打つ方だって得点圏打率が高い人間が4人ぐらいいるんだよ。そうです、そうです。いやそうなってくると打つ方は、うん、まあ、ある程度出塁してくれとればね、うん、あの得点になるという、はい、まあ、そこは計算できるっていうふうに考えとかないとさ、うん、もう前に進まないし、はい、ただやっぱ心配ピッチャーだな、うん、そこなんですよね。去年村上と大竹で20勝してるのが、はい、まあ、伊藤将司も、まあ、あんまり良くないというね、うん、ビーズリーがちょっと離脱したみたいな、はい、まあ、そうなってくるとどうなんだろうな、青柳がもう一回チャンスなのか、まあ、西がしっかりしてるけどもね、才木と西ですよね、うん、まあそうだな。だからあとはやっぱこう先発ピッチャーで、はい、まあ、高橋遥とか。そうですね、高橋遥がいいな、はい、あと下で及川もなかなか良さげっていうのは記事には出てたので下では投げれるんだよ彼らは。ただ足りないですよね、枚数的にはやっぱり先発も。やっぱ村上、大竹じゃない。うん、この2人の1枚がやっぱ絶対勝ってくれるようじゃないと、はい、2人揃って最近負けてるからな。この前大竹勝ったけど、はい、やっぱ去年の活躍からしたら物足りないしな。そうですね、だからここら辺がやっぱり一踏ん張りしないと、うん、だから今日ってすごく大事な試合で、はい、村上が東と投げ合ってどういう試合になるかだよね。そうですよね。今年の調子って言えばやっぱり東投手の方がやっぱり村上投手よりもいいというか。いや去年だってお前東の方が良かったよ。でも MVP 村上投手。いや MVP はそれは優勝しただけじゃない。ああ、まあそういうことか。だってか東は16勝してるから。そうですよね。そうだろ比べたらやっぱ東だよ絶対。そうか。いやだから大事だよ。あと中継ぎ陣は今ちょっとピンチかなっていう気もするんですけど。両方ピンチだよ DeNA も。DeNA も確かにそう
ストですね。バイジン投げてくれるのかなみたいな心配あるし、心配はあるし、そうですよね、うん、いやだからまあ両方心配だよ。で昨日はね、あの島本投手がそのビーズリーに代わって上がってき、久々に投げてましたけれども、桐敷投手とか石井投手とかこういう選手が疲れてきた時に、本来だったら下にいる投手と、そうだよ、ローテーションできるよほどのやっぱ名前はあったんだけどね、うん、そうです、もうこれも完全にできなくなってきてるし、今そうなんです。まあ、頼るは石井と桐敷、岩崎、ゲラぐらいしかいないからね、まあ、あと、まあ、昨日岡留投手ちょっとまた打たれちゃったり、まあ、富田蓮投手は抑えましたけれども、下にいる例えば浜地投手であったりとか、岩貞投手とか梶谷投手とか、そういったあたりがちょっと難しいな、はい、今年は、うん、いやだからもう本当にあのさっき挙げた4人が、うん、もう頑張るしかないんだよ。だから勝ちゲームは絶対落とさない、うん、まあ、そのぐらいの勢いでやるしかないし、はい、負けゲームはこれ負けるかと思ったらつぎ込んじゃダメだ、我慢だな、引くというか我慢なんですね、うん、だからもうこのピッチャーでかけとくしかないっていう、うん、もうずっと点やらないで逆転したとか、はい、そうなってくると勢いが出るけどね。なるほど、うん、だけどやっぱ勝ちゲームを例えば後半で落としてる、ひっくり返されたとか、うん、まあ、そうなってくるともう完全になくなるな、優勝は厳しくはなってくるっていうことですよね、はいはい。まあ、今年の阪神はここまで、まあ、上のカープには、10勝11敗なので1つ負け越し、巨人に対しては10勝10敗でちょうどイーブンですね、うん、で DeNA に対しては今現在ですけれども9勝7敗で勝ち越してはいると、上位チームにはこのあたりがどういうふうに響いてくるか。 DeNA 宮崎気合入ってきたから、もう変わりました、ね、もう首位打者、そう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 、首位打者、そうですよね、うん、そうだ、山本雄大もくっついていこうとしてるだろ、はい、オースティンが、うん、あのホームランとか、うん、もうみんな目標持ってるから、でさらにクライマックスがあるとなると目の色変えてきますよね。そうそうそう、外国人が目の色変わるかどうかね、あそこがピッチャーそうですね、そうそうそう、そこがねチーム一丸となってこられるとやっぱりちょっと阪神 DeNA 嫌だなっていうのは、まあ、それはそうだね、ありますけれども、あ、まあちょっとね阪神ちょっと岡田監督昨日はご立腹で取材は受けていただけなかったんですけれども、まあストレスはたまると思うわ、昨日の試合とかはね、うん、まあ監督として像を描いてるゲームとはもう程遠かったからね、で裏目にも出たし、はい、それはそうやろな、そうなっちゃいますかね、うん、結局は岡田監督もなんやかんやって繊細だからね、うん、うん、別に無理を誘うとはしてないし、はい、能力の中でやってくれっていうタイプだから、うん、その能力を自分が信じてる、岡田監督が信じてる能力以下のプレーが出ちゃうとやっぱちょっとがっかりするんだよね、使ってる以上。今年それがきっと多いんでしょうね。多いんだよね、うん、だから額面通りやったら、うん、やっぱり強いのは阪神だと俺は今でも思ってるよね、うん、これ一発こうエンジンがかかって、はい、本当歯車がきちっと合うようになってくると、うん、やっぱ阪神は負けないチームだと思ってるから、うん、じゃあここから残り28試合そういったこう歯車があって岡田監督が思い描くような戦い方が一試合一試合できるかどうか、あ、そこですね。だから甲子園に歯車置いてきてんのかな今週末なのでポリ、ね、やっとそうだやっと装着できますよね、まあそうだよ、まあ、週末からはねちょっと台風の影響もあるので、まあ、甲子園戻ってもちょっとまたねどうなるかわからないんですけど、はい、この辺りも各チーム後ろにまたスライドとかなっていくのか、これいいピッチャーがどんどんな、はい、こう飛び飛びになって日程がな、いいピッチャーを優先的に出てくるからな、そうなんですよね。そういったものが裏目に出るのか、それともきちっと出るのか、そういったところもね、各チームちょっとしのぎ合いですね。はい、はい。